東出雲町は、島根県の北東に位置し、中海の南側に存在した町、八塚郡。企業城下町であり、松江市のベッドタウンとして機能していた。2011年8月1日、松江市に編入合併され消滅し、松江市の一部となった。島根県の総人口が減少しつつある中、東町では、増加傾向にあったのこの世側の半分とされる。 伊フよる坂があり、神、石を持つ平坂伊フよる伝説地の石碑が立つ。映画、春またたきの、ラストシーンの舞台にもなった。町名を、町民の若者が、被害もと略して故障することが多く、町内には、被害も、食堂という飲食店があった。東出雲町は2005年3月の合併では、八塚郡で唯一松江市との合併を拒否。 単独調整を貫いていたが、2010年5月23日に行われた松江市を合併対象市町村とする合併協議会設置協議についての住民投票で賛成多数となり、法定合併協議会の設置が決まった。そして2011年8月1日から隣接する松江市への合併で、八塚軍はすべて松江市域となり消滅した。 2005年の合併をめぐって2011年合併。現在、教育機関はすべて、松江市立になっている。小学校、中学校、高等学校、専門学校、大学公共スポーツ施設。ありがとうございます。